常に弾幕張るのがマジで強い。で、これ一旦後ろ下がる。はい、これでオッケー。いいね。バルバトスの行き方バッチリ。シールドファンネル。あ、無理やりヒール。シールドファンネル強くね？これがサイコフレームの力。困ったらサイコフレームと、ミノフスキー粒子って答えとけばオッケー。ビームアグラを使う。こいつは、強力すぎる。うわーらい。はいどうも、ジャンダルクです。というわけで、今回もガンダムエボリューションことガンエボ実況、早速ね、やっていきたいと思います。で、本日ですね、アップデートが入りまして、はい、こちらの、ショップにあるエボコインですね。こちらいわゆる課金ツールなんですけども、こちらの方が本日から解放されて課金できるようになりました。なんで初日から実装しなかったんだろうね。まあ、とりあえずね、こちら課金ができますので、ガチャも回せますし、はい、こちらユニットですね。いわゆるキャラクター、一応ベータの方ではマラサイとユニコーンじゃない、エクチャーが使えたんですけど、製品版の方ではね、マヒローとザク2のドズルザビ専用機、そしてみんな大好きユニコーンってことで、こちらが解放できるようになります。いや、これは使いたいね、ユニコーンは。で、まあ一応今の環境的にそのバルバトスが弱体化しちゃったから、なかなか格闘機っていうのは辛い状況なんですよ。ただ今回ね、このエクシアも格闘機だし、まあザク2もがっつり格闘機だし、あとマラサイもね、結構格闘技使えるんですよ。ワンターンキルみたいなことができるんで、まあそこら辺でこの格闘機2体とやや格闘機が実装されて、バルバトスとコンボをつなぐことによって、まあこの製品版のこの環境がどうなるのかっていうのはすごいね、楽しみなところなんですよ。ただまあやはりね、実況者的にはやはりこのユニコーンガンダムをバッチリと紹介したいってことで、ロケしていきましょう。いきます。ほう、うわ、いや、かっけえ、やばいやばい、取り当たった、めっちゃかっこいい。いやいや、この画質で遊べるのいいね。一応他のやつもアンロックしとくか。ガチャ引く前に、これ一応やっといて、まあ、一応これキャピタルっていう、無課金の方でもね、アンロックできますので、まあ、課金したくないよって人は地道に集めてください。さあ、じゃあちょっとユニコーンの性能を見ていきましょうか。さあ、使っていきましょう。シールドファンネルかな。はい、ということで、一応メイン武装の方はこちらガトリングってことで、装弾数は50発。これね、腰打ちだとね、全然命中精度良くなくて、こんな感じなんですよね。だから基本的には ADS してあげないといけないキャラクターなのかなと。で、一発のヘッドダメージが65。おー、結構溶けるの早いね。で、弾数も非常に多いので、まあ、後方支援としてはもうバッチリ。で、こいつは結構アタッカーというかヒールキャラで、こういった形で近くにいるだけで味方を、ヒールすることができます。ほら、味方はプラス1で出てるじゃないですか。微妙に回復してくれるっていう。で、E ボタン使うと自己ヒールもしつつ、近くのやつもさらに上限をアップするヒールを使うと。はい。これがサイコフレームの力ですね。困ったら大体ミノフスキーかサイコフレームの力って言っとけば、ガンダムは正解です。で、F ボタンが、これ縦、あ、すげえ、ロックオンしてくれるんだ、これ。シールドファンネル。これさ、普通に出せないんだけど、F ボタンが。これ、形でやると。おー、すげえ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 。あ、けどダメージ微妙。ダメージ微妙。一応、スター当てられるから、これでまあ、シールドキャラとかを、まあ、やれるって感じなのかな。あー、絶対当たってくれるんだ。シールドファンネルからの、こうやって撃つ。あー、なるほどね。で、ヒールでやる。で、ウルトがですね、ビームマグラム。ほらー、それでも、よいしょ。あ、待って、銃声。わあ、すごい銃声。ああ、たまんねえな、この銃声。これがね、なんかめちゃくちゃ貫通してくれるらしいんで、言ったら 2-in-1 とか 3-in-1 とか固まってるところにやれるかなっていう。まあ、ほんと後方支援ですね。格闘技は一切ないので、まあ、ビームトーファーとか出してほしかったところではありますが、まあ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 、これでいいんじゃないかな。ヒールキャラ今までね、そんないなかったから。早速使っていきましょう。ということで、これからはですね、ちょっとガンエボの動画上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くようにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。というと、まだランクアンロックされてないが、カジュアルで、レベル上げていこう。父さん。母さん、ごめん。俺は、行くよ！ということでやっていきましょう。個人的に、パチンコ店の、あれがクソ面白かった。広告が。まあ、多分画像貼ってると思うんですけど。いや、ユニコーンってなんだかんださ、名言めちゃくちゃ多いよね。ということで、ユニコーン！即ピックですね。ガンダム、俺に力を貸せ！ドモン風に言ったら、ガンダーム！俺に力を貸せ！ちょっと似てない？声が似てるんじゃなくて、多分、イントネーション的に多分これなると思うよ。G ガンだったら。さあ、ということで。あ、味方の構成めちゃくちゃいいね。フェイルっていう形でヒールもできるアタッカーで、サザビーのタンク、で、アタッカー最強のガンダム、ガンタンク、で、ヒールもできて、アタックもできるドムトルーパー。いいね。で、これ近くにいるとプラス5って書いてあって、これが離れるとプラス4になったりとかするんだけど、これ狭いところであれダメか。でこれぐらいの距離だったら絶対ヒール入るの強いね。ほら、4ほら2、0みたいな形で、これぐらいの距離で外れるって感じですね。おい、サイコフレームの共鳴。サイコフィールドアーマー、イエーイ。何があっても、君たちだけは守る。だから、ここにいてくれ。俺のそばに、俺を一人にしないでくれ。これ、ディディさんのセリフですね。あ、ディディさんだっけ？だよね、多分。行くぞ。まあ、ユニコーンちょっとね、最後に見たの俺、3年前だから。もう忘れてっから。え？あ、これサイコフィールドの、サイコフィールドのシールドファンネル、ここで弾かれるんだ。
で、ちょっと前出れないとか、これ誰か一人ぐらい抜かないといけないから、結構、あれだね。やっぱ、継戦能力が高いわ。で、ここら辺ちょっとサイコフィールド使って、当たれ！いや、おえ！これ、追尾セールするから壁の奥に当たっちゃう。それちょっときついな。大丈夫か、それ。蘇生するよ。リカバリーする。で、無理やりヒール。無理やりヒール使って、誰か当たってくれ。うえ！使い勝手難しいな、これ。壁に絶対当たっちゃうから、さっき多分右のやつロックオンしちゃったんだよね。ガンダムは落とせる。ガンダム落とし、で、右も左もいるな。無理やりヒール。無理やりヒール使って一旦下がるわ。あー、いいね。この無理やりヒールがめっちゃ刺さる。で、これ絶対シールドアタック。シールドアタック強すんげ。大丈夫それ。で、リカバリするよ。ヒールキャラなんでね、そんな前には出ずに、しっかりと、マジ無理やりヒール。危ねえ。下がる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 。いや、無理やりヒールっていうか敵のシールドファンのやつ初めて食らったけど、強すぎる。あれは、強力すぎる。あ、それビームマグナム。あと90くらいでたまんのか。マリダさん助けてください。よいしょー。いや、徐々に押していってる感じいいね。これ徐々に押していこう。で、敵の癖見破っていって、こっちチームがそれに順応する形でいけばいいのかなーっていう形ですね。オッケー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 、ナイス。いや、シールドファンネルいいね。強いね。いるよ。落とす。落とせる。え、中継拠点絶対取るまう。距離的にそれ蘇生無理だな。お前絶対落とすわ。はい、ペイル君落とす。さよなら、ライオン。で、こっから上がるか。いるな。ユニコーン。ユニコーン、お前絶対シールドファンネル絶対使ってくれやろ。俺も使うからよ。シールドファンネル投げてこい。俺は絶対それを受けてやる。あ、逃げようとしてる。ざま見ろ。俺はヒールするぞ。あ、シールドファンネル、うおー。あ、ふん、ここいるよ。お、蘇生できる。うえー、マジででかすぎ。それ強い。これビームマグナムで貫通じゃない？使っていいビームマグナム。それ一旦壊すじゃん。ここ固まってきたらビームマグナム使うわ。じゃあ味方俺がヒールするからよ。ヒール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 。ダメだこれ。こいつは強力すぎる。あ、うんこ。だけど、リピアこの段階で2500は強いね。全然ヒールできてるわ。さすがヒールキャラ。近くにいてさ、E ボタンを押すだけで無理やりヒールできるの強いね。これがサイコフレームの力。困ったらサイコフレームと、ミノフスキー粒子って答えとけば OK。ビームマグナム使う。こいつは、強力すぎる。うおーらい。え、解除された？マジか。ここいるよね。いやー、当たり判定どうなんだ？いや、かっこいいけど、ちょ、使い勝手難しいかも。ちょ、サダビお前に無理やりヒールするわ。で、お前、蘇生行ってくれへん？ダメ？サイコフレーム。え？シールドファンネルめっちゃ拡散した。マジそんなんありかよ。ナイスキル。あー、ジーマリバ来てる。これ絶対無理だから、一回逃げるわ。サナライオン。おら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 。くらえー！シールドファンネル、ナイス！ユニコーンのシールドファンネルが当たってくれた。あ、これ割れ、うわー。なあ、島強えな、やっぱり火力。マジで、結構押されてんね、これ。いや、結構キルはこっちチーム取ってるよ。連携は取れてる方だけど、なんも味方チーム悪くないけど、ちょっとで、やられてんね、これは。左右に振るか、これ。こっち行って、こっちで無理やり設置して抑えるか。無理やり設置。設置する。無理ー、シールドファンネル。お前絶対落とす。これが俺たちの未来だ。シールドファンネル。あー、ユニコーンが意外と硬い。4連続キルしてるよ。大丈夫？これ爆破できんじゃね？エクストラタイム。落とすわ。ナイス。いるよね。バルバト来てるよ。バルバト来てる。はい、シールドファンで当てる。バルバト、ごめんよ。とりあえず落とした。いるね。オッケーオッケー、落ちた。しっかりと落とす。これ無理やりヒール。で、回復取る。そう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 、これができちゃうのが強い。待って、後ろ？何それ？うわぁ、ガンタンクか。これ、しゃーなし。けど、勝ったぜー。イエーイ。ちょうどいいベストタイムで死んでくれた。いや、いいね、いいね。これ完全キャリーでしょ。まあ、なんか、やられるときは、設置してるときと、あと、ウルトでやられることが多いかな。体力800だけど、この無理やりヒール、これがあるから、そう、だいたいこれで1000まで上がるよね。1000ちょいか上がるから、これだけでだいぶ儲けもんだよねっていう。そう、で、これ周りの人にもバフがつくから、だいぶ味方のパーティーとか一緒にいる奴らが硬くなるから、これだけでね、だいぶ強強なのかなっていう。は？メタスか。メタスだったらすぐ落とせるわ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。一緒に上がろうぜ。一緒にヒール焚いて、これスター当てたらこっちのもん。はっ！やばい、シールドファンネル！あぶねえ！ニュータイプ。お前落とす。絶対落とす。シールドファンネル！うわー、これやられる！助けてくれー！あと一個ブースト！うわー、ちょっとやっぱブーストにきついなー。立ち回ったけど、ちょっとねー、きつかったねー。多分敵のアッシマーが中継を絶対トルマンしてるんだよなー。が結構厳しいんで、味方とちゃんとこう足並み揃えてというのは好ましいんだけど、あれ落とせるか。アッシマ結構当たり判定いいね、やっぱエイムすると。あ、落ちてくれた。落ちろカトンボ、バナージそれでもと言い続けろ。あれ、こんなセリフだっけ。まあ、それでもだよな。負けそう。それでも負けよ。めっちゃ味方ウルト溜まってる。いいよね。逃げて落とす。はい、Bマグナム使ったけど大丈夫。直接
いやーもう溶けんの早いってダメだ。即設置のその隙がない。ナイス B 設置。で、俺ウルト溜まってるから、それ、ウルトでそれでもする。シールドファンネルの効果やばいな、さっきの。あっちいな。ユニコーンが2体は地獄絵面すぎる。これ落とせるから、落とすじゃん。うん、で、多分そういった蘇生入んない。ほっ。シールドファンネルで、落とす。先にユニコーン落とさんと、硬いからね、敵が。無理やりヒール。ナイスナイスナイス。バルバトも落とす。いいね。ナイスー。まだウルトあるから大丈夫よ。これ使う？まだ大丈夫？ユニコーン落ちるよね、それで。ほっ！シールドファンネル使わせてくれ！シールドファンネル！あー！これ勝ちかけでしょ、これ。頼む、頼む、頼む、頼む！メタス、メタス、メタスさえ、守れば、ナイス勝利！よっしゃー！危ねー！めっちゃ GG 試合だった。いや、ユニコーンの強さは正直ね、出てない。この立ち回り別にペイルでもできるもん、ヒールだったら。できるし、アタッカーとしてはペイルの方が優秀だから、ペイル使った方が火力出るんだろうけど、けどまあ、ユニコーンも火力全然出るね。なんかヒーラーなんだけど、全然出るから、なんかもっと味方がね、アタッカーとして優秀で、俺がそんなこう、キルルにガッツかなくてもいいような状況であれば、相当仕事できそうだよね。ただいるだけで仕事できるから。前半だけで一応33キルしたんで、後半の方も、うまいこといけば60キル台乗って5万ダメとか言ってくれたらすげえ嬉しいですね、ヒーラーキャラで。命中率も 40% だから、やっぱ、エイムもめちゃくちゃいいな。いや、さすがユニコーン様々ですよ、これは。バナージ、それでもと言い続けろ。自分を見失うな。あれ、こんなセリフだっけ？マリダさん！セリフ忘れちゃいましたよ！こっちこういう形イキイキして、抑えるわ。え、待って！アッシバー！おい！三段ではなぁ！無理やりヒール！無理やりヒール！で、即逃げ！でかい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 。で、こう戻る。あー！無理やりヒールめちゃくちゃ強いな、これ。ゴリ押しじゃん。バルバットいる。いやー、それ当たんないか。あ、当たった！すげえ！シールドファンネル、お前。命中精度鬼やな。常に弾幕張るのがマジで強い。で、これ一旦後ろ下がる。はい、これでオッケー。いいね。バルバトスの行き方バッチリ。シールドファンネル。あ、無理やりヒール。シールドファンネル強くね？あ、結構ダメ出てるんやな。で、大丈夫それ、ドム。俺無理やりヒール使うよ。え、多分蘇生入ったな、誰か一人ぐらい。で、シールドファンネル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 、出したけど、無理やりヒールする。あー、無理だな、それ取られたな。こうなってしまったら無理ゲー。でーなんだお前のその効果力。あ、味方メタスいるから中継拠点をそれで荒らしてもろて、A と B を守るしかねえな。まだ使い方全然熟知してないけど、戦い方は分かった。こいつの強さ。シールドファンネルの強さマジで分かった。あとはこれでランクでパーティー組んでどれぐらいいけるかやな。あ、結構敵も当て感するね。嫌がらせとしてはバッチリやな。まだ来んね。多分そっちから来るから、はい。シールドファンネル落ちろカトンボおーいパプテマスシロッコおーいシロッコさんちょ、蘇生ちょうだい。あー、終わったわ。まあけど B いるからな。いや、これあれだな。ちょっと無理やりヒール使っても体力800だから無理な時は無理だね。無理やりヒールじゃない、シールドファンネル。あー、当たってない。シールドファンネル。難しいね。はい。ガンダムバルバトス薬剤落とす。下はいないか、どっか一旦クリアリング。下はいない。であれば、こっちから回って、シールドファンネル、落とす。オッケーオッケーオッケー。で、お前絶対回復入れられないのに無理やりヒール。で、ここを取る。よし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 。いいね。いい立ち回り。ガンタンクくん、落ちろ。ナイス。で、アッシマ遠距離が打ってきてる。あれ落ちるっしょ。落ちた。で、無理やりヒール。無理やりヒール。あと1秒。ナイス。無理やり。ファンネル。うわー、最悪。それ当たってたら。いやー、これ使うタイミングがすげーシビアだわ。ナイス。解除して。俺で回復するよ。無理やりヒールもするよ。大丈夫か？来てない。あー、当たってない。ビーマグラム使ってやがる。クイーン、落とす。ガンタンク落とす。それは無駄設置っていうのが分かんないのかい？時間の無駄だったね、坊や。即解除だ。頼むぞ、味方。カバーしてくれ！おい、カバーミー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 。マジでー？めっちゃダメージ与えてんだけどな。サザビーがいないときついね、やっぱこのモード。サザビーがいてくれたら、ね、無理やり解除っていうのができたりとかするんだけど。あ、やばい。無理やりヒール。おい、壊してくれた誰か。ニュータイプいてくれたね。で、多分次、フルイーで A に来るはずだから、A 抜くか。バルバト来るよ。バルバト突っ込んでくるよ。はい。スタ、待って！お分かりいただけただろうか。スタ、待って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 、俺シールドファンネル当てたよ。ねえ、シールドファンネル当てたよね、俺。なぜ、なぜだ、What's why? Where, who are you? How much? ねえ、これ無理やりヒールするわ。無理やりヒール。G マニューバー使わせたけど、大丈夫？あ、これ、ウルトだな、ビーマグラマンケンだな。まあまあ、シャーなしかな、これは。いや、多分俺がここにいちゃダメなんだよな。うん。立ち回り的にあそこにいるんじゃなくて、そこの通路で一生ヒールを焚きながら撃ち続けるっていう、その味方を信用しなきゃいけない立ち回りしなきゃいけないと思う。
シールドファンネル当ててるけど、無理やりヒール。そう、多分ここでずっと耐久がね、一番いい気がするんだよな。ごめんね、味方、それ無理やり。解除は無理だわ。ダン下がりまーす。くれ！シールドファンネル、シールドファンネル、マジで言ってんの？はぁ、ちょ、俺はニュータイプじゃなかったのか。透けたよね。バルバトには効かない？厄災！ビーム兵器効かないっていう設定だけどよ。これはないぜ。バンダイナムコ。効いてるか、バンナム。当てた。気がするけど。お前絶対落とす。落ちる。で、これやる。で、無理やりヒールやる。で、ビームマグナム使うか。ほっ！くらえ！ここで一挙逆転のウルト。全然当たってなくない？なんか、全然強力すぎないんだけど。あれ？全然強力すぎなかった。ちょっと待って。なんかもっとこう、バーンって当たってくれたらいいんだけど、結構当たり判定シビアなのかな？いやー、これちょっとやばいな。まあ、俺に対するユニコーンは心の中で居続けてくれてるからよ。俺はペイルで行くぜ。アタッカーしないと多分ダメだこれ。もう全然抑えられてない。いやー、ちょっとダメだ。俺ヒールキャラを使うのはすげえ難しい気がする。このモードはヒールじゃなくて、もうここぞという時にボッコボコに解除を止められるようなアタッカーキャラが必要だから。いや、サザビーでもいいな。サザビーで無理やり解除、無理やり設置もありだけど。いや、サザビーだな。父さん、母さん、俺行くよ。この、サザビーで。ペイル落とす。これだけで前出れる。ほっ。オッケー。はい、メタスくん、ここ取ろうとしてたね。だがよ、俺には勝てねえんだよ。スバラです。で、これ無視する。無視して、リロードして、こっちのリロードもする。くれー！大ジャンプ！で、ヒールの位置全部覚えてるからよ。負けねえ。マジ？君もそこ取りに来るか。頑張ってんね。俺も当てる！よっしゃーい！これが時代を超えた先輩機体の力よ！残念だったな。フルフロンタルよりも前の機体だけどよ。俺は、なんか、ごめん、うまいセリフでいいところだった。ははは。サザビーとあれは、ね、ライバル関係ですからね。俺ここいることによって、は、味方全然来てねえじゃん。で、はい、解除する。これ強いんだけどな。まあ、これ諦めるか。B に行くしかねえな。まあ、しゃーなしやな、これは。これもう即 B 行くよ。あ、サザビーだけ落とすわ。で、お前も落とすわ。はい、落とす。これで秒落としで時間稼げるんじゃねえか？やっぱサザビー安定なんだよな。おい、メタス、単独でお前突っ込んできて勝てると思うな、サザビーに。残念だったな。じゃんけんの法則なんだよ。ほっ。あー、なるほどね。ほい。これで絶対解除止めれる。これがね、このゲームで求められるというか、このモードで求められるところなんだよな。はい、で、解除されないようにやる。ほい。あ、これやばいかも。やる。あと1秒。うわー、ごめん、解除されちゃった。ちょっと味方削られちゃったね。まあまあまあ、これしゃーなし。サザビでできる仕事は全部したから、やっぱサザビがぶっ刺さるね。で、初手は、どっちから何名来てるかっていう策敵をするために、まあ、センサーバイザー使うわ。ほい。使って、左から2名、左じゃない、右から2名で左から何人か来てる。で、こっちから詰めてくるやついると思うから、しっかりと、シールド当たんない。フェイル？お前、そこで落ちろ。よし。で、一旦下がるわ。で、君たちヒール、仲良しごっこでもしてれば。ね。で、はい、それを抑えるのが僕の宿題でーす！イエーイ！これは完全ムーブ。刺さってるけど、2名止めたよ。人数有利にやしてるはず、そっちの盤面を。で、抑えれる。あ、ここで抑えたところでってところあるから、しっかりと逃げよっか。あー、ミスったー、これ。外したー。死んじゃうわ。ふぅ。あ、死ななかったわ。敵の追撃が止まってくれて助かったね。で、ウルトあるから、ウルトどうするかだよな。はい。当たっていくんです。2分も止めるのちょっときついね。奇跡が起こらんと。それでも！おぉ！縦で防ぐんです、この男。あー、ビームマグナム使ってるわ。うん。めっちゃビームマグナム打ってきてるけど、全然刺さってないね。いや、考えることは一緒だね、やっぱり。みんな。で、敵ファンネル来てるけど、こんだけまばらの状態でファンネルは刺さらんから、無視してもろて大丈夫。逃げるところ、いやー、惜しい！まあいいや。全然抑えられてるよ。やる。で、お前も、抜く。まあ、頼んだ、味方、それ。俺、解除しまーす。
はい、済ませません。はい、済ませません。いいね。サザビーの体力多いのがここで輝いてくる。で、メタス落ちろ！カトンボ！で、そこいるから、はい、逃げるんです。うまい。いいね、いいね、いいね。サザビー落ちるよ、それ。落ちる、落ちる、落ちる。落とそう。落とす。敵の設置が早いね。さすがだね。はい。残念ながら、ここの距離は俺の距離だ。え、ここでウルト使うか？ウルト使うわ。あー、やる。メタスやる。アッシュマンも落とせるか？落とせる。これダブル抜き。ナイスナイス。あと解除するだけ。解除するだけやぞ、お前。俺が解除する。なんで俺が全部さ、3枚ぐらい抜いて解除しないといけないんだい？あと少しなんだい！もうおかしい、このゲーム。おかしいよ、味方盾になってあげて。ナイス解除、ナイス解除、ナイス解除。おかしい、本当に。じゃあ落ち着いて立ち回らなあかんな。まあメタスやる。で、上いっぱいいるから、まずアタッカーのお前落とす。で、次は、じゃんけんの法則で、お前を絶対殺す。いいね。お前はダメージそんな出ないから大丈夫。ほっといても問題ない。ナイス距離最後のいいね。よかったね。フェイル落としたの。まあ、ということでね、ユニコーンの動画なんですけど、やはりこのゲームは、じゃんけんの法則というか、相性があるんでね。まあ、ユニコーンを使うときは、ぜひ味方のパーティー構成を見て動いてください。これ俺でした、MVP。ありがとうございます。サザビーで絶対 MVP なんだけどな。まあまあ、とりあえずね、まあ、いっぱいキルしたし、ダメージもね、この通り。絶対1位なんでね、7万ダメージって形でやっております。81キル、あざまる水産。ということで、まあ、ユニコーンですね、まあ、非常に使い勝手、シールドファンネル良かったです。全然使える。けども、やっぱりその、ヒーラーだから、味方に左右されるっていう、まあ、このオーバーウォッチ式ルールの宿命ですよね。っていうところがありますので、まあ、ぜひね、ちょっと、まあ、味方のパーティー構成見て、こちらのキャラクター使ってみてください。はい、ということで、これからもですね、コールオブデューティーだとか、外部の動画ね、上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くように、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。